10年ぶりにエンジェルに会った。彼が言うには人生が変わるほど刺激的な場所があるという。彼が僕をそこに連れて行ってくれるというのでとりあえず会ってみることにした。どれ何回目早く連れてってよ。若くいられないじゃん。ああ、そう、ね、スキューバダイビングとかしたかったね。えスキューバダイビングとかしたかった。スキューバ、スキューバとか、スキューバね、面白かった。なんかさ、若いうちにもっとやりたいことってあったじゃん。何やりたかった？火持ってない？やりたかったこと？なんかさ、まあ、なんだろうな。さ、もっと夜中とかさ、がむしゃらに走っときゃよかったとか思わない？あ、何も考えずにさ、がむしゃらんじゃん。やっぱ俺走っときたかったなと思うんだな。あ、やっぱ俺そういうのが足りなかったと思うんだ。まあ肩にはまってきたからさ、なんか走っときたい。思わない？あの時俺走れなかった、すげえ後悔したって思いたくないの。わかるっしょ。走ってみない？ちょっと。え、なんか走んだよ、なんかあの気持ちを前面に出してさ、ガーッて走ってみんの。走る？今？いや今なんだよね。え、走んだよ、とりあえず。なんか全て抱えてるものとかいろいろあると思うんだけど、全て全部忘れて、とりあえずなんか走ってみたら解決するかもしれないなと思ってさ、なんか若気の至りってやつ、ね、分かんねえけどさ、走ってみるのもありかなと思う。スキューバしてね。どっちいや、潜ってみるのもいい。やっぱ思うんだよ、あの年行った時に。ああ、俺あの時スキューバダイビングとかやっとけよかったとかって、そういう後悔したくないんだよね。あの時潜っときゃよかったってさ、潜ってたらもしかしたら潜水士に回ってるかもしんないさ。で、沖縄に永住してたかもしんない。チャンス逃したくないわけ。人生チャンスって言うじゃん。チャンス掴み損ねたらおしまいだから。チャンスね、チャンス、チャンス、チャンス。大工とかなりたいよね。え、こういうなんか建物とか、公共物とか、
作ってみてえなと思って叩いてみたいけど夢ないの、なんかそう夢夢ねあんまないかな、夢いや、あるでしょ、あの中学の時とかさあ、俺これになりてえなとか、あのパイロットになりてえってなりたかったけど、視力ないっすよ。プロ野球の選手とか。プロ野球か、プロ野球ね、なるほど、メジャーじゃなくて日本の NPB か。ピッチャー。いや、あんまそこまで考えてないけどキャッチャー。いや、だからあんまそこまで考えてない。ショートとかね。これあんまプロ野球あんま考えたことないあれじゃね、あれだ、なんかさ保育士とか、なんか高校の時さ、保育園の前通った時にさ、可愛い保育士の人見て、あんな保育士になりたいなとか言ってた。言ってたかな、好きじゃん、だって、教員免許生かしてさ、教育学部でしょ、いや、その中学赴任して教えるの
刺激的な場所に連れてってくれたよね。やばい。本当だよね。いいとこマジで。行こう。行こう。10時半。まだまだじゃん。おいで。こっちこっち。来いって。ほらほらほら、ドール飲んでるべきじゃねえか。もういいって本当に。もういいよ。待ってるけど。俺待ってる。中にさらに丸いポールだから丸いよ。
僕はエンジェルに会った。僕の人生が特に変わったとは思えないけど、エンジェルは悪いやつではない。ただ僕には少しシュールすぎた。We'll be right back.